皆さんこんにちは。兵庫県知事の井戸俊三です。緊急事態宣言が解除されてから40日余りが経過しました。この間東京都では1日で100人を超える新たな感染者が確認されるなど感染が拡大してきています。兵庫県においても6月19日に34日ぶりに新たな感染者が確認されて以来、昨日までに東京や大阪と往来をした方など13人の感染が確認されました。全国的な往来が活発化しつつある中で、今一度警戒していかなければなりません。したがって次の3つの点についてお願いをいたします。まず第1点は、夜の繁華街の接待を伴う飲食店などへの外出の自粛です。夜の繁華街の接待を伴う飲食店、キャバクラやホストクラブなど、最近クラスター源となっている施設への出入りについては特段の注意を払ってください。また東京都など人口密集地や感染が再拡大している地域との不要不急の往来自粛に努めてください。第2点は、事業活動での感染防止対策の徹底です。事業活動にあたっては、業種ごとの感染拡大予防ガイドラインなどを踏まえて、中小企業等事業再開資金の活用などにより感染防止対策を徹底してください。特に夜の繁華街の接待を伴う飲食店などには特段のご協力をお願いします。また7月10日から運用を開始します兵庫県新型コロナ追跡システムへのぜひ登録をお願いします。第3点は、兵庫の新たな生活様式、兵庫スタイルの推進です。3つの密を避けるため、熱中症に留意したマスクの着用など、兵庫スタイルを基本に日常生活の中での感染予防に取り組んでください。またテレワークなどの在宅勤務や時差出勤、職場での3密の防止など、兵庫スタイルを基本に感染拡大を予防する働き方に取り組んでください。新型コロナウイルスの次なる波の防止に向けて、県民の皆様、事業者の皆様、引き続きご理解ご協力をお願いいたします。